懐かしいやろ。懐かしい。なんか新しい商品開発したからって言って送ってきてくれた。商品。うん。なんか丼かなんか言ってるよ。丼。丼。うん。ね。あ、そういうことですか。おお、こうなってんや。もうご飯にかけるだけみたいな。あ、このタレがね。ラブレターまだですね。ご飯を丼に添え、少し冷まして、お得にタレを軽く振ってご飯の適量をかけます。斜めでそう握りにしてタレに軽くぶらしてご飯の上に乗せると。卵黄の下に刻みのよく、めっちゃうまそうやん、これ。いや、うまそう、これ。いや、ちょっとこれはご飯が食べたくなるな。これいいっすね、便利っすね、これ。うちでも酢飯しかないがね。あとでご飯買ってこないからな。これ、それは知らないよ。一枚、ね、が多いわ、一人前は。そぎ入りすんねんから。いいね、これ。二日目でコリコリしてから、3、4日ぐらい経つと身が落ち着く、身が増しますって。これめっちゃ便利だ。もうこれ、ちゃんと中途の血抜きしてくれてるんで。血抜きして、火入れまでして、どんな用意までして。これはいいね。あ、いいっすね。これはいい、ね。手間かからんすね。これは美味しそうやわ。食べはどうです。お、マジっすか。うん。しょ。はい。うまいな。途中からやけど。これやーべーす。これちょうどいいね。うん。うまい。マジでうまいこれ。本当にいい時来たわ。これマジでマジやばいね。うん。うまい。タレ最高やね。浜松の飲食店と洋食業者のコラボやったわ。めっちゃうまい。これめっちゃうまいな。当たったな。いい時来たっすか。うん、これほんとスバルの役やねんで。スバル何してるかって言ったら、これ海鮮丼で働かされてる。ごめんね、スバル。お前の大学を教えた。お前が今日魚ボロボロにしたから。日野くんの。もということで、もう俺食うわな、我慢できへんわ。ちょっと汚い作り方汚いけどな。はい、これね、多分9月の9日に閉めてると思うんやんか。ほんで今日が14日やんか。はい、ほんでこの前来た日に俺と表で食べたわ。はい、お前を無視して僕はちょっと、うん、別の仕事です。めっちゃうまかった。でもあの時めっちゃ雑に作ったからね、バタバタしとって。はい、超雑に作ったんよね、あの時は。どうやって作ったかって言ったら、もう切って、はい、タレ入れて、はい、わさび入れて、かき混ぜただけなんよ。で、あれ、酢飯で食うたんよ、俺。はい、はい、はい。海鮮丼の。今回はちょっとご飯があったから、チンするご飯。あれでちょっと食べてみようと思って。よっしゃ。ね。ほら、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 ほら。これ俺のやつからね。これをとりあえず取り切りにしていくわ。ね、うまかったよ、めっちゃ。めっちゃうまかった。これはね、当たるかもしれない。食べたらね、買いたい。買いたら食べたら。実際食べたら。実際食べたらね、そんなぐらいの味やったよ。興奮してましたもんね。うん、めっちゃうまかった。うん。あれはいいよ。よし。なんかとりあえずタレを作っていくわ。はい。タレはこれを入れてね。はい。どこ多かったかな。でわさび、これ入ったんねんか、わさび。刻み海苔も入ったんねんけど、この刻み海苔は海鮮丼のを使うわ。わさびをこの前2個入れたんよ。ちょっと辛かった。わさび入れて。もうこれ溶いてしまうと。これな。めんどくさいの、俺。つけながら食べるの。あ、ほんとに。そうそうそう。一回一回乗せてる。そうそうそう。で、これをもう、いつもあいつもつけていきたい。
今日完成試食をしてみようかな、俺もな、ちっちゃいのさっきのこのちっちゃいのと試食してみよう。うん、うまうまっ、うまいっすか、うまい。なら、向こう行こう。はい、なら、これいただきます。まず、お前の新品の箸から冷ましたご飯がいいらしい、ちょっと。あ、ちょっと、ちょっと冷ましたぐらいがいいらしい。あ、ちょっと冷ましたから、これ半分。そんないらんからね、俺ね。絶対おいしいよ、この。まあ、ちょっと。ありがとうございます。で、ここに、はい。今、刻みを。刻みのりを、多めに、かけて。はい。わあ、もう、多めにかけて。うまそう。よも入れていい、好きに入れていいよ、好きに入れていい、完成させていい、ベロンチョリだ、間違えたか、真ん中開けとけよ、真ん中。あ、はい、このセンスのなさを冬ので現れますよね、うん、よし、で、最後にここに、はい、これ、ごま、ほんと、そのごまでパッていいけど、そのごま、めんどくさいから置いてあった。うわ、やばい。で、これね、卵の黄身だけ、うん、お前はこの潰れたやつ何かあったの、はい、出来上がり、食べてみようか、汚ねえな、周りが、ちょっと周り、周り、ここめちゃめちゃうまそうやろ、これ、うん、うわ、めっちゃうまい、これな、一昨日ぐらいから発売されてんの、はい、はい、この前ちゃんと紹介したかったけど、これのタレっていうのが、はい、あの浜名湖の、これもちろん浜名湖の魚で、浜名湖の、あの、神道さんの魚やけど、駅前にね、わらしべさんってあるんやんか。はい、はい。で、そこの、橋本くんっていう友達がおんねんけど、はい、その子が、このタレを作ってるんよ。で、そこで食べれるんやけど、それを、あんまり美味しいからっていうので、あの、めっちゃ広まって、それで作ろうかっていうの、そう。広まってからなんですね。うん、評価されてる。いや、でもこれうまいわ。うめえな、やばい、あの詰め成功したんやろな、この前、はい、でもうまかったけど、全然うまい、うん、うん、まっ、ヒラメはおいしいっすね、ね、このタレや卵かけご飯にめっちゃ合うあ、わかります、うん、で、お前ここの遅いな、早いですね、うん、俺早いめちゃめちゃ早いね、このなんかみんなついてこられへんぐらい早いね、で、まあまあ、とりあえずあの一回切るわ、はい、仕事戻ろう、お前切るときということで、これ、あの、大当たりね、大当たり汚いね、ねということでした。シトさん、ありがとうございます。おいしい。ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったです、これ。お世辞抜きで。うん。うん、これね、あの、買った人、超ラッキーですよ。めちゃくちゃおいしい。ほんとおいしい。で、僕ら寝かし、今寝かしてんやんか。この前まだ歯応えあったんや。あ、ほんとですか、うん、やっぱ、
この前とまた違う感覚なの、うんうん、だから、到着して2日目に食うて、はい、歯ごたえあって、だから12日の日に食べて、で今日14日やか、まだ美味しくなってる。なるほど、まあ、でもあんまり過度 の, その寝かせはやめた方がいいですよ。まあやりながら、うんうん、そうそうそう、いろんなことを、うん、なんか楽しめますね、うん、そういう楽しみ方もあるんです。そうそう、美味しかったわ、うん、まあ、だからね、あのこれ見てもらったら分かんないけど、これね、ついてある、これクックパッドとかでいろいろしてるみたいから、これどこか、これ見えないかっていうことなんで、よろしくお願いします。魚屋さんであって、仲卸であって、仕立て屋さんっていうクリーニング屋さんじゃなくてあのテーラーじゃなくて、テーラーじゃなくて、ここですよ、はい、YouTube でよく見るラボ、はい、ラボです。弟子のスバルです、ね、スバル君スバル頑張ってください。うわ、鈴木、口からいっぱい血の、こっちからも出てきたこっちから出てきた。あの美味しい魚を皆さんに食べてもらいたいなって、うん、魚は手をかけたほど美味しくなる。世界見てみたいですね。お客様に対してですね、やっぱり自信持って提供できます。来た、今取れた、はい。